はい、皆さんこんにちは。フルートの有田です。今回はロングトーンの練習法についてご紹介したいと思います。練習の基礎としてよく取り扱われるロングトーンですが、皆様はどのように練習していますか？実はこのロングトーン、やり方を間違えるとただの時間の無駄になってしまいます。そうならないためにも効果的なロングトーンの練習法をご紹介します。練習法その1、チューナーをつけて練習する。どんなにいい音であっても正しい音程で吹けていないのであれば、間違った音を出しているのとはあまり変わりがありません。ロングトーン練習の際は常にチューナーをつけて442に設定して、どの音域でも正しい音程で吹けるようにしましょう。練習法その2、音をまっすぐ伸ばす。ロングトーンの主な目的の一つに、音をまっすぐ伸ばせるようになるということがあります。どの音域でも吹き始めから吹き終わりまで音をまっすぐ同じになるように注意して吹いてみましょう。練習法その3、強弱をつける。安定した音が出せるようになったら強弱をつけてみましょう。ピアニッシモからコルティッシモまでの音を吹くことにより、ロングトーンの練習の幅と難易度が広がります。それによって音のコントロール能力の向上が望めます。練習法その4、クレッシェンド・デクレッシェンドをする。強弱の練習でピアニッシモからフォルティッシモまで安定して音が出せるようになったら、クレッシェンド・デクレッシェンドの練習をしてみましょう。最初はメトロノームを1分間に60に設定して、8拍でピアノからフォルテ、フォルテからピアノというように音を滑らかに変化させられるように練習してみましょう。慣れてきたら拍数を減らして音を素早く変化させられるように練習してみましょう。練習法その5、音色をつけてみる。演奏する上で音色をつけるというのはとても大事になってきます。でも普段音色の練習を意識してするということはあまりないですよね。それをロングトーン練習でできたらいいと思いませんか？音色をつけるヒントとしては、1、音を濃くしてみる。2、音を薄くしてみる。3、音を明るくしてみる。4、音を暗くしてみる。5、音に感情をつけてみる、などがあります。楽器ごとにそれぞれやり方はありますが、自分の音をしっかりと聞いて自分の出したい音に少しでも近づけるように練習してみましょう。はい、ここまでロングトーンの練習法を紹介してきましたが、最後にとても重要な絶対にやってはいけないことと絶対にしてほしいことがあります。それは適当にやらないことと、体や息を観察しながら吹くということです。適当にやらないこととは、ロングトーン練習は何の目的もなくただ音を伸ばすだけの練習になってしまう危険性があるので、常にここをうまくするぞという目的を持ってやりましょう。何の目的もなくただ音を伸ばすだけにはならないように注意しましょう。体や息を観察しながら吹くとは、音を出している時に今自分が体や息をどう使っているのかよーく観察しながら吹いてほしいということです。物事の成功と失敗にはなぜそうなってしまったのかという理由があるように、いい音悪い音が出るのにもその理由があります。音の場合は体の使い方や息の出し方にその理由があるのです。なのでそれを考えないで、観察しないで練習してしまうと、いつまで経ってもなんで失敗するのかわからない、どうやって成功したのかわからないということになってしまうんです。なので常に自分が出している音に対して自分の体や息を観察して、こうすれば成功する、こうしてしまったから失敗してしまったというような反省を繰り返す、そのような反省と観察とそれに対する対策を練って練習することがとても重要になってきます。ぜひこの2つを頭の中に置きながらロングトーン練習をしてみてください。はい、ここまでロングトーンの練習法と絶対にやってはいけないことと絶対にやってほしいことについて解説しました。この動画を見て少しでも参考になったという方は評価ボタンとチャンネル登録お願いいたします。